ナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？ふなっぴーは島パトに行ってまいりました。島村大創業祭第2弾でございますね。おすすめ厳選アイテム、ふなぴーもしっかりその厳選品を目指して一直線で行ってまいりました。今回は色違いで2点購入してまいりました。はい、こちらですね、スクエアネックタンクトップでございます。はい、こちらのね、タンクトップ、いくらだったのって聞かれたら、いくらだったと思うって聞き返したいぐらいのレベルの金額、330円でございます。これだったら色違いで買いたいですよね。サイズ展開は M と L、 そしてカラーバリエーションはこちらのホワイトとブラックとベージュがございました。はい、こちらの商品、ポリエステル 75%、 コットン 25% のテレコ素材で、程よいフィット感にランダムリブで、普通のリブより肉感を拾いにくいです。何よりこのスクエアネックがポイントでございます。絶対ね、こちらのアイテムは買って損はないと思う島村大創業祭価格でございます。はい、そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませ。ではこちら、スクエアネックタンクトップでコーディネートしてみたいと思います。インナーはブラックのタンクトップを着用し、こちらのシャツ、はい、前回紹介したヘルムのシアーストライプシャツと、ボトムスはライトオンのデニムに、履いてる靴はビアフルプチャ屋さんの厚底サンダルでコーデしてみました。ボタンを3つ外して、後ろをこんな風にちょっと抜いてあげて、抜け感あるカジュアルコーデにしてみました。この時期、透け感あるトップスのインナーに着用してもいいし、深めの V ネックのプルオーバーやジャケットにも合わせやすいスクエアネックのタンクトップでございます。スクエアネックでデコルテも綺麗に見せてくれるし、上品な肌見せもできるし、まっすぐなラインでスッキリとした印象に見せてくれるので、大人女子でもおすすめでございます。いや、大人女子におすすめでございます。生地はランダムリブで、普通のリブよりは気になるラインが気になりません。で、いえども、ふなぴーはいつもは LL サイズなので、この L サイズだとね、やっぱり立派なぽっこりお腹だったり、後ろのね、はみ肉なんかはね、やっぱり目立ちます。正直 M サイズとか、そういうサイズの人が L サイズを着用するのはおすすめです。なので、ふなぴーは1枚で着るんではなく、インナーとして着用したいと思います。本当はね、こんな感じで前も開けたくない状態でございます。なので閉めちゃいますね。よろしいですか？
また、タンクトップだから裏の下のしらみせ防止にもなります。キャミソールだとやっぱりね、裏の紐が見えたりしちゃいますからね。あららら、はい、ホワイトを着たらこんな感じになるんですね。はい、白と合わせたらぐっと夏っぽく見えますね。ホワイトのタンクトップに合わせたらぐっと明るく夏っぽく見えますね。では次行ってみましょう。インナーは白にして、こちらのワンピースはユニクロの花柄 V ネックティアードスカートなんですけど、結構ね、胸元の V ネックが深いんですね。だからインナーにスクエアネックのタンクトップを着用すれば、胸元も気にならないし、いいアクセントにもなります。はい、次行ってみましょう。 H&M の袖ギャザージャケットにボトムスはひなさんの線画フレアスカートに黒のパンプスとディアフルプチュアさんの黒子柄バッグでコーデしてみました。トップスのブラックと線画のこのお花の柄のブラックをリンクさせ、きれいめのお出かけコーデにしてみました。ジャケットからこのまっすぐなラインがシャープに見せてくれます。では次行ってみましょう。インナーはホワイトにして、トップスはシーンのジッププルオーバーで、ファスナーを全開に開けてセーラー風にして着用し、ライトブルーのパンツでマリンコーデでございますね。いえいえいえ、元気にいきましょう。はい、これでフナピーのシモパソ&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。これからもよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。ゴールデンラッシュアワー、ん？ゴールデンウィーク、うん、いくらだったのって聞かれたら、え？いくらだったと思うって聞かれちゃうような金額でございます。はい、はい、商品情報忘れましたね。はい、もう一回。もし、え？これいくらだったのって聞かれたら、え？いくらだったのって言ったくなるね。金額でございますよ。はい、ちょっとダメですか？ダメなのね。OK ね。はい。ん？のって言っちゃった。のって言っちゃダメだね。続かないもんね。はい、抜け感あるカジュアルコーデでございます。下がもつれちゃったよ。違う、もう一回。あー、ごめんなさい。